別依頼を行えるようになりました。一緒に詳しく見てみましょうか。まず拠点防衛です。拠点防衛とは押し寄せてくるたくさんの敵を退治する任務です。報酬としてレポートを獲得できます。そして次はクレジット回収です。クレジット回収は制限時間内に素早く敵を倒さなければならない任務です。報酬としてクレジットポイントを獲得できます。特別依頼に入場制限などはありませんので、どんどんやってみましょう。